皆さんどうです、この白濁としたスープ。じゃあ皆さん、チャーです。ちょっと俺、手つまらなかった。さっきまでオフモードを撮影してたから、ちょっと。ということでですね、私はテンション低く一滴も飲んでないという状態ってことは、皆さん何かお分かりでしょうか。思考シリーズでございます。思考シリーズはですね、僕がこれ以上うまいレシピは無理っていうぐらいまで突き詰めたレシピってことなんですけども、今回はですね、水炊きでございます。水炊きって皆さんどういうのを想像しますか。多分関東圏とかだと薄いだしですね、普通に水で炊いた、昆布だしで炊いたやつだと思うんですけども、今回は私この間福岡行ってきまして、本場の水炊きを食べてきましたので、もう博多の水炊き、博多水炊きっていうのはスープがね、パイタンなんですね。白濁してるスープで食べるやつ、あれがほんとうまかった。で、家に帰って速攻水炊きを作って、何回も失敗してこれにたどり着きました。いや、すいません、何回も失敗してないです。一発で成功しました。この鶏でですね、パイタンスープを取って、野菜は最低限、なぜなら鶏と鶏のスープが主役なんだよっていう、この至高の水炊き、ちょっと時間かかりますけども、最高に美味しい鍋、になりますんで、作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。ではですね、材料紹介いきたいと思います。まず水炊きに必要な、お肉です。手羽元、だいたい400から 500g。 手羽元っていうのは骨がありますんで、いいスープが出ます。手羽元で使ってください。で、あと手羽先、これも400から 500g ぐらいの手羽先です。今回、8本かな。手羽先はですね、この皮がのゼラチン質が豊富なんですね。水炊きがなんで凝固するかっていうと、ゼラチン質が溶け込んで乳化するから白湯になるんですね。手羽先、これ必須です。はい、手羽元、手羽先必須。これはよろしくお願いします。あとは肉もっと食いたければ鶏もも肉とか用意しちゃってもいいんですけども、この材料でやっていきます。あと具材としてキャベツ、まあ 250g ぐらいだと思います。あとちょっと調整します。あと長ネギ1本、これ臭み消しにもなりますし、どっちかというとスープに溶け込ませるような感じ、2分の1本ぐらいなんですけども、今日ちょっと細いからこれ全部入れちゃってもいいかもしれないですね。はい、で、ニンニクが3かけ、ちょっとちっちゃいのもあるんで今回4かけ入れます。これは臭み消しですね。あとお米大さじ1、炊いてないお米でいいです。これめっちゃ重要です。これを入れることによって白濁が、促進、乳化が促進されますので、適度なとろみがつきます。これすごい重要です。調味料は概要欄に書いてありますんで、そちらよろしくお願いします。じゃあやっていきます。はい、ということで、至高の水炊きを作る上で何が重要かと、至高の水割りじゃね、タコ米の純米焼酎っていうのをいただいたんでね、これを水割りで、飲みたい。やっぱね、自らをね、至高にしていかないと結構ね、打賀懲罰が今回は、1時間半ぐらいかかる。ということで、今回は渋く至高の水割り飲んでいきたいと思います。いただきます。いや、殺しないよ。この焼酎めっちゃうまい。米焼酎っていいよね、臭みがないからね。はい、じゃあやっていきます。まず、野菜から切っていきたいと思います。長ネギなんですけど、まあ、これね、長ネギ割と重要です。鶏のね、スープの臭みとか、抜いてくれるんで、こうやって斜め切りに、青いところも入れますよ。はい、こんな感じですかね。これね、300g ぐらいですね。今回ね、ちょっと大きい、まあ、冬場だからね、大きいキャベツになりますんで、これを切ります。まあ、ざく切りですね。僕の場合はこんな鍋物だとね、結構ね、ちっちゃくなっちゃいますんで、大きめに切ります。ごめんなさい、ニンニク忘れてました。ニンニク潰してください。潰して皮むいて、このままでいいです。で、包丁で潰すの怖いよっていう方は、お手元の焼酎グラスでこういう風に潰すとめっちゃ簡単です。ほら、皆さんお料理するときはね、片手にね、お酒あると思うんで、まあ、もしくはお酒じゃない方は飲み物とかね、水分補給のためにあると思うんで、そういったものでやってください。で、まあ、僕なんかはこの芯はね、ちょっと取っちゃうので、芯を取った状態で入れましょう。こいつでね、結構いい香りがつきますんで、潰したまま切らないでいいです。はい、で、手羽元とかなんですけども、なんか匂い嗅いでちょっと鶏、まあ今回新鮮なんですけども、新鮮じゃないものであれば、ちょっと鶏臭いなと思ったら一回洗ってくださいね。はい、今回新鮮なものなんで洗いません。なんかちょっと鶏の臭みがあるなっていう感じになった場合は、よくね、水で洗うといいですよ。で、こっちはね、結構グッとしていきます。で、手羽先なんですけども、まあこいつはゼラチンが出ますんで、もうこのまま全部入れてください。はい、切らなくていい、下処理いらない。あ、サスケくんの万華鏡シャリンガみたい。で、ここにニンニクバラバラっと、あと米ね、米、まあ、そこに沈めるように。
でこれ米を入れることによって米のでんぷん質がねあのスープに舞ってですね、かなりいい感じのとろみがつきます、そして、それが混ざり合うことによって白濁していきますので米入れてください。これ今回のポイントです。で水を入れます。 1200cc。 今回は僕はフライパンでやってますけども、あのもちろん大きい鍋とかでやってもいいです。フライパンでやるので結構水分飛んじゃうんでちょっと気をつけてくださいね。これね、で強火で一旦沸かすんですよ。はい、ということで、結構ね沸いてきたの分かると思います。これアクが出るんで、このアクはねちょっと取った方がいいです。最初に出るアクはでもそんな神経質にならなくていい。最初ねちょっとアクが取ってください。これ最初に出るアクさえ取れば、あとはねそんなに細かく取んなくてもいいです。アクもね旨味なんでね。このまま強火で沸かしていくんですけども、だいたいねこのフライパンでずっとやっていくと傘が減っていくんですよ。強火で1時間煮ます、なんですけども傘が減ったら、足してだいたいもう 1000cc ぐらい、入れながら、足していく感じになりますね。強火で今やってるんですけども、脇的にはこれぐらいポコ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 言ってるような感じの方が全然いいですね。このボコボコが、あるとどんどんね対流が起こってそれで乳化していきますんで、必ず強めの火でやってください。これぐらいの感じだったらいいです。ご家庭のコンロとか IH とかだと、大体、強めの中火ぐらいでもこれぐらいにはなるんですけども、この状態をキープ、していきます。じゃあ、水足すまでバビオン。はい、ということでですね、20分経ちましたのがこちらでございます。あともうちょっと煮込んでいくんですけども、皆さんどうです、この白濁としたスープ。強火で煮込んでいくとこんなに白濁するんですよ。ほらこんなっすよ。20分だけですよ。これがね手羽先と手羽元の効果なんですね。ゼラチン質が手羽先と手羽元すごく多いので、これをたっぷり入れることによってすぐ乳化していくんです。そしてねこれもう鶏の出汁もめちゃくちゃ効いてますよ。このままだと結構水かさ減ってるじゃないですか。ここでね水入れていきます。はい、今だいたい 350cc ぐらい。これをね3回ぐらいに分けて、やっていくと、結構いい感じにスープ出来上がっていきますんで、これがうまいんすよ。またね15分か20分また煮ていきます。沸かしてね。はい、今ねあと15分ぐらいだから、35分ぐらいか、煮込んでから、もうねこんな白濁してるんですよ。でこれなんで白濁してるかっていう と、この手羽先のね、ゼラチンと鶏のスープが出て強火で煮るんですよ。鶏のスープってチンタンスープとパイタンスープっていうのがあって、チンタンっていうのは透き通った鶏ガラスープですね。でパイタンっていうのは濁ったスープ、白濁したスープ。チンタンの場合は蓋を閉めてコトコト煮ていくんですけども、パイタンの場合は、結構強火で蓋を閉めずにやっていくっていうのが、基本となってます。で、また傘が減ってきたんですけども、どうですかこのパイタン、このパイタンスープですよ。これがやりたかった僕。ここでちょっと500ぐらい入れようかな。だけど結局後でちょっと調整しますけども、今850から 900cc ぐらい入れましたね。最初1時間って言ってたんですけども、この分だとあと15分ぐらい、10分か15分ぐらいに煮詰めたらもう全然できると思いますんで、もうでも薄めてもこんな白濁してますよ。で、煮詰めてさらにこの鶏の旨味を出していきます。はい、ということでですね、結局あれから10分ぐらいやりました。だから45分ぐらい、まあ、45分から50分に煮詰めるとこれぐらいスープが白濁したですね、最高の、鶏白湯が、できます。でここで調味料を、お野菜入れていきます。まずね臭み取るために長ネギですね。長ネギをちょっとわさっと入れていきます。はい、お塩ね小さじ1杯、スープにもね少しね塩味ついてた方が美味しいので小さじ1杯、あと味の素、これねせっかく鶏から取ったのに味の素入れんのかよっていう方もいらっしゃると思う。絶対こういう声上がるんですけど、鶏って基本的にイノシン酸が豊富な動物性なんでね。でここにうまみ調味料、これねいっぱい入れないです。隠し味昆布だしのようなもんなんで、本当はね昆布水でこれ煮たんだったら全然平気なんですけども、今回はうまみ調味料1、2、3、これぐらい、3だけよ。グッと味変わるんで入れてください。もしくはまあ昆布で取ってもいいんですけども、成分はね同じグルタミン酸なので、はい、イノシン酸とグルタミン酸が合わせることによって非常にうまみの相乗効果が起きまして非常に美味しくなります。はい、でここに、お野菜ね、キャベツもね入れていきます。お野菜はねこのネギとキャベツだけで、これでネギが煮えればもう完成なの。まあ、キャベツはもうまだ残ってるんですけども、後で入れていただいても構いませんので、本場だとね分けて入れます。最初に、鶏のスープをいただいてから入れたりするんですけども、キャベツもね半玉分入れるといい。
パイタンはね、キャベツがめちゃくちゃ美味しい。甘みがね、スープに移るんで、お野菜の出汁がね、いきます。もし鶏の味だけいただきたいなっていう場合は、さっき調味料、ネギと調味料を入れた時点で食べてください。これが、最高の水炊き。これね。で、これでキャベツが煮えるまで、5分から10分、煮たら完成です。これ、ちょっと野菜が煮えるまで、ちょっとね、水 100cc だから合計、1リットルやっぱり足しました。で、これちょっと沸かしておきます。で、その間に、酢醤油作ります。醤油大さじ4杯入れます。これね、酢醤油につけて食べるのがうまいんですよ。4と、はい、そうしましたらお酢が大さじ4杯。で、お酢と醤油だけだと強すぎるので、お水大さじ2杯入れます。で、ここに、これね、酢と醤油だけだと結構強すぎるんですよ。だから、まろみが欲しいんですよ。で、本当は昆布とか入れるんですけども、今回は、旨味調味料、1、2、3、4、5。はい。昆布と同じ旨味成分のグルタミン酸が入ってますので、取ったのと、さほど、旨味成分変わりません。旨味成分が入ると、ちょっとね、このお酢がまろやかになる効果がありますんで、これ入れてください。入れるといいねと、結構段違いで違います。じゃあ、最終的にね、鍋はもう、1時間ぐらい煮えましたね、これね。スープがかなり白濁しております。で、これをみんなで食べていきます。いただきたいと思います。いただきます。じゃあ、これね、楽しみ方あるんですよ。お塩の、味ついてるんですけども、ちょっと考えになって方はお塩で召し上がっていただいてもいいです。僕はね、ちょっと酒飲みなんで、ちょっと足します。一つまみ加えていただきます。これ、多分みんなびっくりですよ。通りうまい。鶏に出してさ、1時間でこの最高のスープが飲めるんだったらね、いいよね。うまみが半端ないです。そして鶏の香りもすごいですよ。野菜の甘みとかも、もうキャベツも煮えてるんで、ネギの香りとニンニクの香りもして、すごく香りがすごいです。ずっと飲んでてこれだけでいい気もしてくる。なんですけど、ちょっと鶏肉もいただきます。手羽元ですね。これ全部ホロホロなんですよ。で、まぁ、ちょっとキャベツもいただきましょうか。おネギもね、かなりトロトロになってるんですけど、どっかにいますんで、おネギもね、よそってください。で、まずね、お塩でいってください。パラッと塩で。うわ、ホロホロ、うまいな。やべえよ、やべえよ。本当は丸鶏からやるんですけども、スーパーに売ってる材料で、どこでも売ってる材料で、これができるのは最高ですね。そして、さっき作ったこの酢醤油ちょろっとかけて、これね、博多で習ったの。酢醤油で食べる。やばい、飲んじゃう。最高にうまい。俺多分これ傑作だと思う。これね、まろみがある、うまみの効いたこの酢醤油、鶏にめちゃくちゃ合う。酢醤油はね、野菜もめっちゃ美味しくなりますよ。野菜いきましょう。やばいやばい、これ家で食えちゃダメでしょ。これ手羽先も酢醤油でいっちゃっていいですか、皆さん。うお、こっちもトロトロ、骨離れめちゃくちゃいいです。みんな夢中になるよ、これ。一緒にこの間博多で食ってきた仲間たちがいるんで、ちょっと判断してもらいたいと思います。カモン。はい、じゃあ乾杯。よし、あー、いいです。うまうまいよ、うまいんだよこの焼酎。最初スープ楽しんでもろて、あのおばちゃんがすげえフラッシュバックする。いただきます。はい、どうぞ。おお、はい、すごっ。あ、かなり匹敵してるんじゃないですか、これは。ここ千葉っすよ。千葉っすね。この濃厚、なんかとろみっていうんですか、いけてるでしょ、これ。この間食ったっすよ。あ、飲める。おいしいでしょ。これなんすよ。あ、じゃあ次はお肉ですね。次はお肉を。どういう言い回しだとか思い出せないけど、お肉を、なぜあのおばちゃんになったの。あの距離感あるおばちゃん。ちょうどいい感じかな。まあまあ、お塩でいただいてもいいし、まあまあまあ、酢醤油結構びっくりすると思う。俺らが食べたところは、もうちょっと薄い醤油使ってたんだけど、今回は濃い口でやりました。いただきます。いただきます。いただきます。
うまっ。うわ、うまっ。うまっ。うまいよね。やばっ。こんな身が。これでもね、できると思わなかったんだけど結構近いと思う。これでも1時間出てきちゃうの。これすごい、向こうの自撮りじゃないよ、そこちょっと考慮して、向こうの自撮りじゃないのにこんなうまいの。いや、マジやばい、やばいよね。よく作りましたね、これこれはね、ガチで褒めてほしい。俺も完全にお店の味に近づけた。でも一番出汁の出るところを結構贅沢に使ってるから、あの手羽先と手羽元、でも両方安いから、だからこの量でもお肉だけでもあの1000円ぐらいしかしない。うまっ。いや、これやばいっすよ、これはね、俺もとんでもないものを作ってしまったっ家庭でやるんだったらこれでもう全然十分、家庭はもうこれこれ以上は無理。あとはもう鶏にこだわるとかしかない。これね、早くやりたかった。あの福岡の思い出が薄れる前に余韻がまだある俺なんか年に1回このパーティーしてもいいと思う。確かに。もっとでかい鍋、寸胴とかでこれ取っちゃって、鶏もも肉をさ、カットしてくれてたじゃん、レバーとかーで、ここで入れて、ちょっと煮て食べるっていうのもできるから。いやいいね、これ最高。冬のバーベキューとかでも全然これ炊き出しちゃってポイントは米ね。米で白濁で、このちょっととろみのあるスープがこの短時間でできる。あ、やっちゃいますか。ちょっとみんなでこれやって締めますか。そしたら日本酒かね。あ、いいっすね。いいっすね。今週でしょ。今日終わりかな。今日終わりだけど。あ、これ言いますか。だいぶ高め。あ、いいね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 。あ、これはね。これはやばいと思った。酒強い人がやる。もう何も、この後何もない人がやった方がいいと思う。それは一瞬でよ。そうね。じゃあちょっと、あの、俺らの飲み方スープ割り。スープ割り。うわこれが、俺らがめっちゃハマったやつね。これやってたから2回くらい継ぎ出されたもんね、スープ一瞬だけだって言って。水炊き食べて気持ちよくなって一回休憩しちゃいました。みんなおのおの寝てたよ。じゃあ日本酒のスープ割り、うるっす。うんまうんまうんまこれはやばい。うんまうんまうんまちょっとやばいな。しみるな。当時は、麦焼酎のスープ割りだったけど、日本酒割りの方がこれもう今日本酒割りめっちゃうまいな。やばい。うまっ。これちょっとやばい。これちょっとやばい。あ、これはうまいね。これやばいっすよ。多分甘さだけで言ったらもうなんかスイーツみたいな。本当に甘い。甘い。本当に甘い。もうスポドリっすよ。ちょっとこれ家でできちゃダメだと思う。やばいね。これやっちゃったらもう終わりになっちゃうんだよね。博多の再現になっちゃったから。これからあのエアビーの部屋に行って寝るんだよ。一応最後のワイプ。締めも。最後のワイプで、雑炊の作り方だけ、最後のエンディングのところでやります。はい、はい、じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、最高でした。最高でした。本当に雑炊の作り方ね、まずざるにご飯ね、200g ね、まあもっと食べたい方は倍量でもいいですけど、やってください。これ寄せ鍋の回でもやったんですけど、僕はあの米1回水で洗います。水で洗ってでんぷん落とす。でこの、スープに入れます。そうするとね、さらっといくん。なんかこんな感じね。はいはいはい。でも一回沸かします。その間に卵溶いとく。で一膳に対し卵1個ね、 200g に対して卵1個でいい。今こんな感じね。ですぐ卵煮えますから。あとね、取り出し結構出てるんで、もうお塩だけでいい。あと最後にネギね。最高の鶏雑炊です。うまっ。これ絶対雑炊もやってください。